さなげ県社宿は、愛知県豊田市青木町にある、名古屋鉄道の車両基地である。従前の施設名は、さなげ県社区。犬山検査場に所属する、県社宿の一つで、三河線さなげ駅構内にある。1979年、豊田線の開業に合わせて開設された、車両基地。敷地面積4195平方メートル。 建築面積は1653平方メートル。車両の検査、留置及び清掃等を行う。配線略図のように、旧西中近駅方面に向かって分岐があるため、車両は配線区間の一部を流用した引上げ線を通って、スイッチバックする格好で出入庫する。かつては、新川工場所属の鳴海建区のさらに下部の組織と位置づけられていたが、 組織再編で現在は犬山検査場に所属している。所属車両の重要部検査及び全般検査は、前木検査場、車輪作成は犬山検査場、または、新川検査宿で実施される。校内には6両編成対応の検査線2本と、留置線3本、線上線2本があり、4両編成6本相当の、留置が可能である。また、 2004年に廃止された西中勤方面への本線を転用した引上げ線が一本存在する。本県社宿は収容数に余裕があるため新造車両や廃車予定の車両の疎開留置が行われる場合があり、最近では1700系や5000系、後者では1000系や7000系が留置されたこともある。2004年4月1日に廃止となるまで、 三河線を走るすべての機動車が所属していた。これらは、検査や、給油のために電化区間を走行することもあった。キハ10型は3両にキハ30型と交代し、全車廃車、キハ20型は5両に先に2両が、廃車、キハ30型は4両の八尾線廃止に伴い2両、転入所属していた。伊藤慎吾、検索の概要。 鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、59ページ。清水武史、田中義人、名古屋鉄道車両史下巻アルファベータブックス、2019年8月、139ページ。清水武史、田中義人、名古屋鉄道車両史下巻アルファベータブックス、2019年8月、136ページ。AB 等信号、 検索の概要、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、58ページ。宇佐美明。車両保守体制と、車両基地の概要、鉄道ピクトリアル第624巻、電気車研究会、1996年7月、47ページ。巻末折り込み、名古屋鉄道配線略図。 ありがとうございます。